お疲れ様です。今日ですね、こちら、五分小屋。五分小屋です。はい。ということで、この小屋スキャラね、ちょっと前にも紹介したし、いろんな YouTuber 紹介してると思うんですけど、もうね、強いどころの騒ぎじゃない。めっちゃ強いし、使用率もね、やばい。ダントツ1位。そう。やっぱクラロワって 2.6 オグとか、まあ、なんだろう、環境強いってなったらマジアチオールブレイカーとか、まあ、何エレジアイとか、まあ、有名なデッキたくさんあると思うんですけど、もうそのデッキがね、まあ1日で1万回とか使われてるとしたら、まあ、この小屋はね、3万回置かれてる。はい。もう使用率がね、他の、何 ?2 番目、3番目に使われてるデッキのね、3倍ぐらいあって、ガチでね、流行りすぎてる。ここまで流行るデッキはね、久々なんじゃないかなということで、置いていきます。マジやばいよね。もうなんかマッチングする率も高いし、したくないし、声うざいしみたいなところで、さ、マスケ来たね、マスケ。で、このデッキ、正直、マザニク引いたらきついと思ったんですけど、まあ、それは間違いないはないんですよ。マザニク引いたらきつい。ああ、うまい、延命が。なんですけど、マザニク引いても、なんかスケラを打たずに、このゴブゴヤと、スケキンのスキルで戦ってると意外とね、そのマザニクを出さないといけなくなっちゃうんですよね、対戦相手側が。ってなった時にですよ。ってなった時になんだ、マザニクを使ってくれて危ねー。その後スケラ打つとか、マザニクには毎回ポイズン打っとくみたいなところで、スケラ打たずにね、なんかちまちま小屋とポイズン削りで戦えちゃうみたいな強みもあったりします。はい。なんでまあ今スケラまだ打ってないですけど、打たなくていい、余裕があるまでは。ほい。あー、バルー来てほしかった、今のは。来てほしかった。これスケラめっちゃ打ちて、めっちゃ打ちてえけど、なんとなく一回待つわ。うん。で、今のを見てもらえれば分かる通り、五分小屋めっちゃ強いです。はい。バルーンも簡単に抑えれるんでね。これさ、相手さ、いやらしいっすね。多分スケラ打たれたくないってやつですね、今のは。打たれたくない。で、打ってきたと思うんで、打ってあげる。いや、でも、全然綺麗に守られそう。さあ、いらなかったっすね、間違いなく。まあでもアウトロースーパーと小屋とフェニックスあればある程度は守れると思うんですけど、よいしょ。さあ、ここのね、マスクの延命がね、うまいっすよね。まあ相手はね、ここ雪打ちたいけど、打ったらねカウンター怖いよなっていう思いで打ってないと思います。やっぱやばいよね、後ろから垂れ流しで来ないか。いや、今めっちゃ来そうだったのに。さあ、で、ここで冷静にね、小屋を置いていきます。マスキー来たらポイズン打ってみたいなね。いや、このソルゴール絶対いらんかったっすね。フェニックス生まれたらよかったけど。はい。いや、もうちまちまね。このやりゴムで勝つから俺。いや、やりゴムしかもね、射程長すぎて、もう今ボムタワーの横に行ってね、入っちゃうんですよね。入らんかった今回は。これマスケ採点で、ここに関して打っちゃおうかな。うん、ちょっときついと思うんだよな。さあ、でもめっちゃ綺麗に防衛されてるっすね。相手の防衛がうまい。でもやっぱスケラってね、入るし、入るんです。どんだけ綺麗に防衛されても入るのは入るんです。で、雪使ってガール飛ばされるけど、このね、生まれてくるやりゴブですよ。これ。これが強い。で、ちょっと怖い流れなんで、マスケをね、ポイズンで一回仕留めて、安全にね、確実にね。さあ、で、アウトローセパしときゃいいんだね。これやばいよな、もし。こいつ、
うぜえ立ち回りだなって思われるんですよね。いやでもそういうデッキなんで仕方ないですよね。これもなんか楽しちゃってね、もうポイズンをマスクに打ちつつスケラも打ってくれで、ディガー拾うのにはゴブリンがいてねみたいな、で小屋いるから左も相手は守んなくて、守んなきゃいけなくてねみたいな。さあで対空ね多いからね、マシマシ出してあげて、またね、まあ、これちょっと負け筋ですけど、まあこのゴブ小屋でこのゴブ小屋で耐えてくんねえかな。はい、さあスケラが入っていく。いやこれねやばいんですよ、なんかおかしい。このデッキに関してはなんかすごいね、やっぱこういうデッキって、うん、強いんですけど弱いみたいな、なんだろうな、まあそれこそクエイク系引いたらボコボコにされるやんみたいなのがあるんですけど、マザネクとかそこにも立ち向かえちゃうんですよね。デッキの完成度が高いからなのかマジでなんでなんだ、最近のインフレのおかげ、インフレのせい、ユニットが強くなりすぎて一体一体がなんとかなっちゃう。あ、これバルーンですね、アウトローバルーンです。うん、なので、あ、またバルーンかで、デリバリーと雪玉みたいな感じかな。一旦序盤耐えてしまえば後半ね、またあの引きこもりスケラポイズンゲーをするだけなんで、俺はね、わすごい初め単品カゴは特殊すぎるだろ。いやーこれ打ちてえけどな、アウトローいるんすよね。ボムか、またボム嫌だよな正直。戦えるといえど嫌っすよ。さあまあ小屋はねちょっとバルーンの誘導に使いたいなっていう思いがあるんですよね。そう、まあこれは何かが残る、いや全てが残る。まあデリバリーあるんでこれ美味しく回収されちゃうんですよね。あとガゴもいるんでヘナチョコスケラ打っちゃうとあのすげえカウンターきます。なんでまあ序盤耐えるのが大事かな。うん、ゴブゴヤアウトローフェニー、まあボーポエも地味に優秀かな、バルーンのボーイには。わすげえめっちゃ足前加護してくるこいつ。アウトロケツ、まあスケキン合わせでもいいんですけどね、なんかガールにボコボコにされちゃいそうでむずい。今回ユキ、うん、やっぱ絶対低めの、あこれやばい釣れないんで、フェニックスでルート強制してあげます。やばい、やりこぶ働け、おー痛すぎるこのダメージ。ゴブゴがなんか一個低めになっちゃった。ゴブゴしてこれだけで止まるっすね。まあでもボーポイしたんでスケラ打てないっす。いやトリトンもいるんだ、ちょっと特殊なね。いやでもガールが入っていく、いやまあボム置かれてるんで左警戒っすね。よいしょ、いや全然これ勝てますよこっから。まあスケラ打ちたいんですけどね、無理して打たなくてもいい、この小屋で俺はこの小屋だって勝つ。スケラポイズンして左フェニックス設定してても良さそう。ガールね、さすがにこれちょっとチャンスじゃない、なんかいっぱい溢れてるんですよね。いやーそれ強い、まあ、デリ使った後だしちょっと攻めちゃおう。ポイズンは打っても良さそうだったけど打たなくても一回我慢ね。
さちょっと怖いね。まだもう一回警戒して、俺左サイドでいいな、こうなったら。うわーそれやば、ここに来てんのルート強制はえぐい。まだもうスキラポイズン打つだけみたいなとこありそうだね。スキラ打ってポイズン打って、あと守ればいい。出てこれスケキン引っ張られる、ソウルコールの軸ありそう。残り20秒やろ。よしよしよし、いけいけいけ、はみ出ろはみ出ろ、スケキン入る。もう一回スキラポイズンやん、やりゴブが、いやガチゴブゴヤがスキラに強いスキラじゃねえわ、バルーンに。やっぱりなんか生まれてくるやりゴブがさ多いんだよね。しかもなんかウッドとかタルババで雪玉でね処理しようとしても壊れて出てくるの、なんかモリモリモリってはみ出て出てくるから、なんか雪玉打ったはずなのに2体ぐらい残ってるみたいなのがよくある。いやバルーンに強いのちょっと幸せだよな、ゴブゴヤ。たまたま今バルーン来てるんでありがてえ。さあ、お、ディエゴ B やん。ナッツ。チームリキッド、一回世界一取ってるね。はい。チームのメンバー。最近、ちょっと離れてたけど、最近またやり始めてて、超強え。チームリキッドのディエゴ B だ。サジゴブカナリオディエゴ B のディエゴ B です。クエイクありそう。やめて。あー、クエイクないってことは、ちょっと幸せになれる。まあ、ボムやっすね。ゴブリンで高回転。ウォールブレイカーか。なんだろう。まあ、一旦ね、こういうのも全部後ろからセパっとけ。小屋置いてアウトローセパって。厄介なのには、マスクとか来たらポイズン。これ繰り返すだけでいいんで。はいはいはい。もう本当にね。小屋小屋みたいな。ゴブゴヤの強みはそこにあります。暇なんで、いやゴブリンディガ受けに取っといた方が良かったかもね。ディガ俺当てれます、見えます、内側です。やべ、まあディガっぽいやん最悪だ、ぽい何回。さあまさかのぽいウォールブレーカーか。いやぽいはね嫌ですね、さすがにね。一応使ってもらって、俺が2コス使うんだから。いて、ディガっぽいウォールブレーカーか。まあゴブリンもマスケもいるんで、俺はスケラを打つならポイズンが絶対必須なんですよ。まあゴブリンないサイクルだったらワンチャンですけど、っていう感じなんで、そこだけちょっとねおむずい。見てやりすぎだ、まあ、あーこれウォープやんのやばいね。いや、フェニックスのこの受け、うまいね。まあでもダメージ的には、そんな負けてない。まあこっからっすね、また。ここにポイズンを使わしたい。あのマスクやべ。なんかはみ出てる、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 はみ出てる。よしよしよし。いやでもこのディガポイのこれとかにさ勝てそうになるのがすごいよ。でまあ
内側スケラでね、ボーポイ用にマスク、あ、やべ、マスク逃がした。いや、これフェニックスがウォールブレイカーで釣りたい顔してたな。いや、フェニックスが入る。いや、これ、これ強い。いやーさ、ディエゴ B に勝っていく。いや、普通なんかさ、見た目的にはさ、ギガでポイズンよ、絶対きついやんみたいな。ゴブリン向いてスケラ受けてね、相性多分いいです、知らんけど。あ、これがで、お、これがデッキ完成度みたいなとこあるっすね。出たこのサウディみたいな迫撃小物プレイヤーですね。まあ、ちょっと前に3ヶ月ぐらい前にフレンドを交換したんですよ仲良くなったんで、まあ、バッチバチにやるっすけどね。まあ、マジうまいっす、迫撃のこういう高回転に関しては。しかもクエイクやないかい。わかんないっすかね、見た目きつくても見た目だけみたいなね。よいしょ。あの人なんか見た目なんかパッとしなかったけど、話してみたらめちゃくちゃかっこよかったみたいな的なね、知らんけどゴブリンか。いや、ゴブリン卵起き上がんねえから。さあ、ウトロ便利。今回さ、クエイクオグなんですけど、ムートが入っててフェニックスが入ってるっていうのが特殊ですよね。マジで特殊すぎて。やだなこれ。まあ、でもそんなコストないやろ。あるんかい。やべ、このゴブリン逆サイでよかった。まあ変わらんか。いや、でも現状ダメージ勝ってるから、そういうとこなんですよね、このデッキ(笑)なぜか勝ってる。ゴブグアのちまちま入ったダメージとかがあるんでしょ。ちまちまいくよ、ちまちま。やべ、この声絶対いらんな。クエイク打たれるだけっすもん。あ、やりこぼされた。これもクエイク防衛してくれるんで。いやー強いなークエイク防衛。打っても良さそうだなー。なんかジコレジコレジコレ。いや、フェニックスが強い今回の相手には。やれ、食え食え食え食った。しかもダメージ入ってる、でかい。ウッド使ったら低めアウトロ最強なんでやねん。その位置やばいって。あぶね、なんか一瞬このボープあります。冷静ね。
クイックボーイしてる。耐えて、耐える。よし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 。いや、ボーポイ強すぎ。結局ポイズなんですよね。いや、そう、いや、マジで見た目は相性悪いっていう。いや、マジ見た目だけこのデッキなんか弱そうだな。オーラは放ってんだよな。今日何にでも勝てる、ガチで。見た目だけ弱い。見た目だけスティーフだから俺みたいな感じよね。だからその辺にいる学生みたいな、見た目チンピラ、チンピラでもねえんだけど別に。はい、中身はもうね、かっこよくて優しくてもう素敵。うっす。そういうことです。はい、見た目だけダメなんですけど、見た目も別にダメじゃないんですけどね。うん、両方ね。デッキもね、俺もね。うん、そんなデッキです。うわー、なんかめんどくせえな。あー、めんどくせえな、このデッキ、この相手のやつ。あ、着衣ロイホグ、んクエイクでしたもんね。まあ、ホグかロイホグかって感じか。あー、もうずるやん。着衣ロイホグっすね。これに関してはね、きついんじゃないかな。まあでもスケラ単品打っとくだけは着衣ロイホグできついイメージあるんで。いやー、あの着衣残ったのやばいな。もう一回スキル使っちゃうんですよね、これ。使うの、お前は。うわー、でかすぎる。一応ストルクル使う。ギリギリで。武器がちょっと苦しいらしい。あー、いいタイミングのデリバリーすぎるな。いや、でも現状ダメージ勝ってます。そういうことなんですよ。なんでやねん。ゴブリン今一体だけいじめられてたな。かわいそう。いや、まあこれはね、どうやって勝てんだろう。フェニックスの事故っすね、これも。圧着イサイトで逆のフェニックスが止まらないんで、まあ逆にそれしかない。打っちゃって暇なんだ。これね、まだ耐えの時期っすね。タイミング伺ってます。うわー、今のソウルコールできてたらまた話変わってたかな。変わんなかったかな。まあでも耐えてはいる結局ね。やってね、それ。これマジでこのフェニックスで世界変えます。フェニックス、クエクエクエ、餌がいっぱいだ、お前の餌だ。さあ、見た目だけ。相性、見た目だけね、苦しいけど勝てちゃうんですよね。結局粘ることが大事ですね、序盤に。ダメージ受けない。いや、マジな。いや、思ってる以上に勝ててるところで、ペドロ、ペドロはね、本当に強いです。マジ最近の活躍ぶりで言うと世界トップ5入るっすね。うん、麦、ライト、もうその次のゾーンに来てます。ガチ PS プレイヤーです、小物の。
まあ、今んとこなんかありえんありえんやろっていうぐらい勝ってるんで可能性ありそう。ゴブゴヤが欲しいね。一旦マジアチとかやめろよ。あーマジアチきついねこのデッキ。うわなんだこの余裕のあるポイズン。なんで俺はこのタイミングでねえんだよ小屋が。さあやっぱゴブに出すね。これ右サイドが良かったな。ギガポイかな、迫撃ギガポイかな。ポイズンちっちゃいけどここは一旦打たないっすね。打たずしていい流れが来そう。マイティいるねこれ。あーですよね。あんまあさすがにね。ゴブリンアイスピーやうまいよねこういうのがさめちゃめちゃ無駄がねえ。それはほんまか。俺がコスト苗つぶってるだけやで。実はコスト結構あるんや。あんたも結構ある感じか。なんで裏よ、今の絶対前だったやん。やめて。うわ痛い、いい痛い。高めマスキこれ犯罪だからな。あーもっと犯罪なやつ来た。やばいこれ。いやこっからでもなんとかなる保険があってほしい。いやーこのねこのディガーよ。ポイズンよ、きついよ。いやでもまだこっからでも俺は勝てる可能性あると思ってます。今日の感じ。絶対ここやん。まあすることなかったんですよね多分。マスケが強え。なんか流れでも変わってるっすよね。防空あるかなこれ。そうなんだよな結局この防ポイが強すぎて。あーそれ延命されんのやばい。さすがに、あーさすがにうますぎ、さすがにうますぎ、強すぎ。いやーまマジでマルチ本当世界1位とか何回も取ってるプレイヤーです。さあヒラケンさんよろしく。ドラケンのねお友達ってことよね。さあ一旦小屋で完封して拾えない。やっぱゴブゴヤ鬱陶しいんでしょうね。壊しに来るっすもんね。おマジアチオールブレイカーの顔してる頃はめっちゃいいウッドやん。今のやばいね。こうマジアチオールブレイカー臭いっすよね。なので、まあ、マジアチだけ気ぃつけんといけんなあれ。これさ暇すぎてさ良くないの分かってるけど打っちゃう。良くないのは分かってる。でも暇なんだ。お、ああ普通にね。リセットがなかった。さあこの後のウォールブレイカーもゴブゴヤでね
体で受けていく。いや、さっきのうまかったな、反撃なんか異常だったな。一回も防衛反撃されなかったっすね。うまいプレイヤーって無駄に防衛反撃しないんですよ。たまたまなんかキング起動できんかな。うん、まあ負け筋はマジアチャっすね、完全に。それしかないけど、それ分かってても負けるのがマジアチャオールブレイカーみたいなとこある。待ってもいいかな。まあさすがにここ来てもカウンターを狙えばいい。おお、ボムからね。相手地味にこのフェニックス嫌そう。打っちゃおう。いやー、それうまい。この上マジアちゃんにポイズン使わしてね。でもはみ出てる。ゴブゴヤさ、これワンチャン後ろに置くんかな。それ使ってくんのかな。これキング起動されちゃうんでスケル打った方がいい。事故りやすいよ、やりゴブ咲いてて。これやばいね。スケキンが、スケキンが入ってる。さあ、スケラがね、一族だからな、マジ。まあ、残りポイズン圏内。フェニックス、お前どこ行きょん。マジ。何やってんだよ。さすがにね、止めてあげて。おい、そナイス。いや、マジ強いな。スケラがそもそも強い気もしなくもないよね。さあ、というわけでこちら、意外とクエイクにも勝てる小屋スケラガチ強いんでね、本気やばいっす。もうこれです。これが主体となってます。皆さんぜひね、使ってみてください。では、大塚ちゃんでした。またね。